シェールガスの不損。シェールガスを含む、血岩層に水平にパイプを入れ、高水圧で人工的に割れ目を作り、ガスを採取する。米エネルギー情報局による主なシェールガス層の分布図。シェールガスは、血岩層から採取される天然ガス。元は、太古の海にいたプランクトンや藻などであり、それらが堆積したものが、数千万年から数億年という、長い時間をかけて変化し、 ガスになったもので化石燃料の一つ。従来のガス田ではない場所から生産されることから、膝依頼型天然ガス資源と呼ばれる。血眼器とも言う。アメリカ合衆国では1990年代から新しい天然ガス資源として重要視されるようになった。また、カナダ、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの潜在的シェールガス資源も注目され、2020年までに 北米の天然ガス生産量のおよそ半分はシェールガスになると予想する研究者もいる。別の研究者はシェールガス開発により世界のエネルギー供給量が大きく拡大すると予想している。ライス大学ベーカー研究所の研究ではアメリカとカナダにおけるシェールガスの生産量の増加によってロシアと ペルシャ湾岸諸国からヨーロッパ各国へのガス輸出価格が抑制されると結論づけた。2009年の米中シェールガスイニシアティブにおいてアメリカのオバマ大統領はシェールガス開発は温室効果ガス排出量を減らすことができるとの見解を示した。しかしその後シェールガスの温室効果ガス排出量が従来の天然ガスや石油よりも大きくなるとの指摘が 学会から上がるようになった。シェールガスを含む結岩は、霊岩の一種で固く白片状に剥がれる性質を持ち、粒子が細かく、流体を通す隙間がほとんどないので、自然の状態では、天然ガスの商用資源とはなり得ない。また、貯留層が砂岩である在来型の天然ガスと異なり、霊岩に貯留することから、コールベッドメタン、タイトガスサンド、 メタンハイドレートとともに非在来型の天然ガス資源の一つとされている。シェールガスの埋蔵エリアを資源プレイ1と呼ぶこともある。資源プレイではガスが発見されなかった場合の地理学的なリスクは低いがガスが発見され商用に成功した場合でも一般的なガスデミよりも構成あたりの産出量が少ないため期待利益も同様に低い。結眼は 浸透率が低いので、小容量のガスを生産するためには、人工的にガス採取用のフラクチャーを作る必要がある。過去、シェールガスは、ページ元層に自然にできた割れ目から採取されていたが、2000年代に入ってから、水圧破砕法によって構成に、人工的に大きな割れ目を作って、ガスを採取する技術が確立し、さらに、ページ元層に接している構成の表面積を、 最大にするために水平構成掘削技術という技法で1万フィートもの長さの横穴を掘ることが可能となった。これらの技術進歩の結果シェールガス生産量が飛躍的に増加し、シェールガスブーム、シェールガス革命などと呼ばれるようになった。商業的数量のガスを持つシェール層は通常有機物に富んでおり石油根源岩でもある。採掘の対象となる結岩層は 大抵2000メートルから3000メートルの深さに水平に分布しており、従来型ガス電と異なり流動性が著しく劣るため、結眼層に合わせて構成を水平に屈作する必要がある。そこで2000メートル付近まで垂直に屈作した後、少しずつドリルを傾けて水平に屈作を続ける技術が確立された。詳細は水圧破砕法を参照ページ岩層に分布している。 ガスは岩の中に分散しているためそのままでは流動せず、構成を掘削しただけでは取り出すことができない。そこで掘削後に海水などを高圧で注入し、構成の周りの岩を破砕することになる。しかし、地下3000メートルは極めて高圧な状態であり、岩を破砕した後も速やかに割れ目が閉じてしまう。そこで構成の地層の特徴に合わせた砂などを水と共に、 岩の割れ目に押し込み、ひび割れを安定化する。この一連の技術を水圧破砕と言い,い、亀裂を維持する材料はプロパントと呼ばれる。微弱地震の振動波を人工的に起こし、構成の地層の破砕状況を観測する技術が合わせて開発された。これをマイクロサイズミックと呼ぶ。この技術により、個々の水圧破砕で地層のどの部分が破砕されたかを推定し、 より効果的な破砕作業を続けることが可能になる。2000年から2012年の天然ガス価格の推移。シェールガスはアメリカ東部のアパラチア盆地とイリノイ盆地で100年以上前から生産されていたが、採算の取れる構成はわずかであった。2000年前半になり天然ガス価格が上昇し、水圧破砕や水平構成といった技術が確立したことで、 シェールガス生産はより高い収益を上げるようになった。シェールガス生産は在来型天然ガス生産と比較してより費用のかかる技術を必要とするが、シェールガス電の低リスク性がコストを相殺し、開発が拡大した。北アメリカはこうしたシェールガスの開発と生産において先駆者である。特にテキサス州バーネットシェールが経済的に成功したことは、 アメリカとカナダにおけるシェールガスフィールドの炭鉱に拍車をかけた。しかし、急激な生産拡大と価格低下により、開発企業の収益が悪化している。2013年4月、独立系の GMX リソーシズ社が、天然ガス価格の低迷から資金繰りに行き詰まり、連邦倒産法第11章の適用を受けた。大手のチェサピークエナジーは、資産売却に追われ、 最大手のエクソンモービルも利益が出ていない。アメリカのノースダコタにあるバッケン油田では資金投資が巨額でありまた法規制もあることから原油と一緒に採取されたシェールガスの30%が無意に焼却されている。環境団体のセリーズはその損失を年間12億ドル以上と試算した。エネルギー企業担当者からはガスのパイプラインを整備するなら 罰金を払った方がマシだとの声も上がっており、利幅のある原油と比べシェールガス採取の経済性の低さを物語っている。2017年、ロイターはアメリカで活動するシェール企業の採算ラインを WTI 原油価格で1バレル50ドル前後と推定した。物価上昇率を勘案して計算した原油価格は1974年に OPEC が台頭してきて、 以来1985年まで50ドルから120ドルで推移していた。1980年代中頃にはトランスアラスカパイプラインでの原油産出量増加やイギリスの北海油田などによって世界的原油価格は低下し2004年に至るまで20ドルから50ドルで推移するようになった。2005年から2014年の間は中華人民共和国での原油需要が高まった。 ことなどにより、再び50ドルから120ドルで推移した。2015年1月の時点で、原油価格は100ドルから50ドルにまで下落している。これは、北米のシェールガス産出増によって、中東諸国の独占に政権がかかるようになってきたことが要因として挙げられる。2020年、2019新型コロナウイルスの感染が各国に拡大し、 世界各国の経済活動、人的移動が極端に減退。WTI 原油先物価格は同年3月に20ドル近辺へと下落した。シェールガスの採算ラインを大きく下回る状況となり、各企業は苦境に立たされた。2013年6月にアメリカ合衆国エネルギー省が発表した評価によれば、世界のシェールガスの資源量は調査41カ国中。 最多は中華人民共和国の1115兆立法フィート。2位はアルゼンチン。3位にアルジェリア。アメリカ合衆国は4位であり、中国の6割の水準であることが判明した。ただし、ボストンコンサルティンググループが2013年7月にまとめた調査では、2012年末時点でアメリカ合衆国とカナダで掘られたシェールガス生産のための井戸は、 約11万本であるのに対し、北アメリカ以外の井戸は200本以下であり、シェールガス及びシェールオイルの生産量の99.9%は北アメリカに集中しており、事実上生産は北アメリカ一局である。アメリカ合衆国での最初の商用ガスインは、1825年にニューヨーク州フレドニアにあるデボンキのフレドニアシェール層から生産された。しかしながら、 1859年のドレーク油田開発の後ガス貯留層から大量の従来型天然ガスが生産されるようになるとシェールガス生産は一旦影を潜めた。1996年にアメリカ合衆国でのシェールガス生産は0.3兆立方フィートで天然ガス生産量全体の1.6%であったが2006年には 生産量は3倍以上の年間1.1兆、立方フィート同5.9%を占めるまでに増加した。2005年にアメリカ合衆国におけるシェールガス位は14,990項に及び、うち4,185項は2007年に生産を終えている。2007年には全米の石油ガス田のうちバーネットが2位、アントリムが13位の生産量であった。 2010年6月のマサチューセッツ工科大学の研究では将来天然ガスはアメリカ合衆国のエネルギー需要の40%を賄うようになると報告された。この理由の一つとしてシェールガスの豊富な供給量が挙げられている。2013年編集2013年2月にアメリカ合衆国での天然ガス生産は2012年に ロシア連邦を超えて世界最大になった。世界の3分の1を生産しており、2020年までに輸出国になると予想されている。輸出に関しては自由貿易協定締結国を原則としているが、5月17日にエネルギー省がシェールガスを含む天然ガスの日本向け輸出申請を認可したと発表するなど、同協定の非締結国への輸出も始めている。 カナダのシェールガス原子埋蔵量は 1000tCF ほどと推定され、ブリティッシュコロンビア州、アルバータ州、サスカチュワン州、オンタリオ州、ケベック州、ノバスコシア州の各州で探査や開発が行われている。アデレードの石油ガス会社ビーチエナジーは南オーストラリア州、クーパーボンチでのシェールガス掘削計画を発表した。中国政府は300億立方メートルのガスを シェールから生産するという目標を国内企業に課した。ガスを含むとされる血岩の層は手つかずのまま中国全土に広く散らばって分布している。2009年11月、アメリカ合衆国バラク・オバマ大統領は、米国のシェールガス開発技術を中国に供与し、中国でのシェールガス開発への米国からの投資を促進させることに同意した。 2011年4月に公表された、米国のエネルギー情報局の報告によると、中国における、シェールガスの火災埋蔵量は1275兆、立方フィートであり、同報告書の調査対象国の中では2位のアメリカを大きく引き離して、最大のシェールガス埋蔵国である。2013年、編集2013年1月、中国の国土資源省は第2次、 シェールガス開発入札で探査権を落札した中国企業16社の投資額が今後3年間で20億ドルに上るとの計画を明らかにした。同省は国内の航空のうち26を開発航空に指定し2012年10月には上期中国企業16社を含む57社が26航空のうち19航空の探査権を落札。 これら中国16社は非石油系企業であることから、シュルンベルジェ、ハリーバートンなど関連する外国企業にも収益機会が見込まれている。インドでは、リライアンスインダストリーズ、リライアンスナチュラルリソーシズ、ジェンパクトなどがシェールガスタンサに関心を示している。リライアンスインダストリーズは、米国東部マーセラスシェールガスプレーにアトラスエナジーが、 持つ権益のシェア40%を確保するために17億米ドル支払ったとされている。欧州でのシェールガス生産はまだ始まっていないが、北米でのシェールガス開発が成功したことから、欧州各国の地質学者は、自国内のページ元層がシェールガス生産可能か調査し始めている。ノルウェーの企業をスタトイル社は、米国のシェールガス開発のノウハウを取得することを見込んで、 米国東部のマーセラス層のシェールガス開発に関し、米チェサピークエナジー社とジョイントベンチャーを組んだ。2009年10月、ロシアの巨大エネルギー企業ガスプロムは、ロシアのシェールガス資源開発に利用可能な専門技術取得のため米国のシェールガス生産会社を買収する可能性があることを発表した。米テキサス州のバーネットシェールでは、フランスの石油メジャー企業トタルが、 チェサピークエナジーとジョイントベンチャーを設立。また、イタリアのエニ社は、クイックシルバーリソーシーズ社の株を購入した。欧州における、シェールガス層は、主にフランスの北西部、欧州北部のアルムシェール及び、ドイツとオランダにまたがる、石炭機の地層などに分布する。オーストリア、編集オーストリアのオム部社が、ウィーン近郊の堆積盆地での探査を行っている。ドイツ、 編集米イエクソンモービル社は、ドイツ北西部ニーダーザク選手の体積盆地に75万エーカーのライセンスを持ち、同所では2009年にシェールガス構成10本の掘削が計画されている。ハンガリー編集2009年、エクソンモービル社は、ハンガリーのマコチ港にて、シェールガス位の掘削を行った。ポーランド編集2010年現在、ポーランドは、 天然ガス消費量の3分のニューロシアから輸入している。米コノコフィリップス社は、ポーランドレーンエネルギー社と共同で、ポーランドでのシェールガス探査計画について発表した。米マラソンオイル社は、シルルキの地層を調査する目的で、ポーランド国内でのライセンスを取得した。近年の報告では、ポーランド国内に大規模なシェールガス層があることが示唆されている。 近年の調査によって最低でも3兆立方メートルの資源が存在すると推定されているが、仮にこれが確かな数字であるとすると、ポーランドには200年分以上のガス資源が埋蔵されていることになる。こうしたシェールガス資源は EU の確定埋蔵量を大幅に押し上げ、ロシアからのガス輸入の重要性を下げるものである。その後、2010年4月になり、 アメリカ合衆国エネルギー省のエネルギー情報局がポーランドには少なくとも5.3兆立方メートルのシェールガスが埋蔵されていると結論した。これは他の地域で発見されたシェールガス埋蔵量と比較して桁違いの数字でポーランド国内の天然ガス使用量の実に300年分に相当する多方もない量となるがこれでも少なく見積もっての数値である。しかし 現在のシェールガス採掘技術では環境汚染が懸念されるためポーランドは本格的な採掘に関しては慎重な姿勢を見せているスウェーデン編集ロイヤルダッチシェールはスウェーデン南部のアルムシェールのシェールガス資源としての可能性を調査しているイギリス編集イギリスのユーレナジーリソース社はイギリス南部のウィールド堆積盆地でのシェールガス掘削予定であると発表した フランス、編集フランス上院議会は、環境汚染への懸念から、水圧破砕法による、シェールガスの採取を禁止する、法案を世界で、初めて採決した。それまでに許可を受けていた敷屈、開発も取り消し、または在来型ガス採掘への変更となった。日本は、地質年代が新しく、シェールガスの商業生産は期待できない。二0 1年五月九日、 三菱商事がカナダブリティッシュコロンビア州コルドバ大石盆地で推進するシェールガス開発計画に石油天然ガス、金属鉱物資源機構、中部電力、東京ガス、大阪ガスが参画することが発表された。これはジョグメックとして非在来型ガス開発案件への初の資金支援であり、日本の電力会社、ガス会社が シェールガス事業への参画するのも本件が初めてである2010年、コーネル大学環境学教授ロバート W ・ホワースはメタンの温室効果を考慮するとシェールガスの温室効果は石炭や燃料油よりも強いとの研究結果を報告した。メタンは天然ガスの約90%を構成し、二酸化炭素の21倍の地球温暖化係数を 持つ強力な温室効果ガスである。一方、天然ガスは化石燃料の中で同じ発熱量に対する二酸化炭素の排出量が少ない。水圧破砕には一つの構成に多量の水が必要であり、水の確保が重要となる。また用いられる流体は水90.6%、砂、その他化学物質0.44%で構成されることから、 流体による地表の水源や浅部の耐水槽の汚染を防ぐため、高排水処理が課題となる。実際に、アメリカ東海岸の採掘現場周辺の居住地では、蛇口に火を近づけると引火支援が上がる。水への着色や匂いがするなどの汚染が確認されるようになり、地下水の汚染による人体、環境への影響が懸念されている。 採掘会社はこれらの問題と採掘の関連を否定しているが、住民への金銭保障、水の供給を行っている。こうした問題に関連したデューク大学などの調査では、着火シュール濃度のメタンが採掘地周辺の井戸水で検出されていることが明らかとなっている。2012年4月26日の朝日新聞の報道によれば、アメリカ地質調査所は、米国中部で、 M3 以上の地震の年間の回数が10年前に比較し約6倍になっているとしている。また2011年にはコロラド州とオクラホマ州で M5 の観測史上の最大級の地震も記録された。メンフィス大学地震研究情報センターの研究者は採掘後に戻し注入された水によって断層が滑り、安くなっていると考えている。 2016年3月にはやはりユスグスにより、オクラホマ州で人為的要因による誘発地震の危険度が高まっていると発表された。また、2019年2月24日から25日にかけて中国四川省酒県で M4 レベルの地震が相次いで発生し、二人が死亡したことに対し、地元住民の間でシェールガスの採掘による誘発地震の説が広がり、 一部の住民らは、県政府庁舎に押し寄せ、シェールガスの採掘停止を求めた。後、政府側は、採掘を当面中止すると宣言した。ありがとうございます。